はい、ライブもですね、終盤超えて後半になってきたところですが、またまた、やってまいりましたトークコーナーでございます。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、今回はですね、お題でびっくり回答としまして、大喜利で遊んでみようかなと思っております。では回答者の紹介します。エントリーナンバー1番。はい、はい、シンガーソングライターの高橋拓です。頑張ります。はい、どうも。はい、はい、北千住に住んでおります空里由美と申します。はい、エントリーナンバー3番。はい、不穏なことしか言えないことに定評があります、秋広ゆりえです。定評ねえよ。定評ないです。作ったな、今作ったな。乗っかってくるんやそこ。そう、ちょっとびっくりした。恐ろしいですね、本当に。はい、今回はですね、お題を出しますので、それに対してですね、回答を行っていただければと思っております。で、今回は大喜利ってことで、皆さん何回でも回答していいんですけど、ただ、今回挙手制でいきたいと思ってます。で、答えられる限り答えていただければきっと盛り上がるんじゃないかなと思っております。まず、ルールとして、手を挙げて話すね。いいですか。必ずはいと挙手制で、で、画面の皆さんに向かって、今回の回答をペッてちゃんと見せるようにしてください。よく見えるようにね、してください。で、私ですね、インターネットでお題をですね、いくつか調べてまいりましたので、流行ってそうなもの、面白そうなものをお持ちしましたので、ぜひ皆さんで考えながら回答していただければと思います。それでは早速いきますよ。第1問。避難訓練にありがちなことね。避難訓練、防災訓練とかね、よくやると思うんですけど、やっぱ東京にね、地震が来たりするかもしれないし、南海トラフがあるとかね、いう話もあるので、なるべくね、地震など火事など対策を練っているといいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、どうぞゆりえさん、どうぞ。はい、じゃじゃん。このおかしいを正しく言えるやつ誰もいない。あ、はい。じゃあちなみに、何ですか。多分間違ってたら申し訳ないんですけど、多分幼い、書けない、喋、はい、らないだった気がするんですけど、はい、多分それで合ってると思います。合ってますか。はい、合ってると思います。はい、いや、これ習うっていうか事前に言った方がいくやろ、防災みんなでも大喜利みたいにして好きかって言うじゃないですか。あ、そうですか。私の周りだけでした。あ、そうですか。ちょっと分かんないですけどね。はい、じゃあ続いて誰か書いた人、はい、どうぞ。ゆみさん、間違えたルートを導いてる。あ、こういう人いますよね。これ面白いね。ちょっと違うよねって、なんかみんな心では思ってるけど、後で言うみたいな。あ、後ですいませんでしたみたいな感じ。それ一大事なやつじゃないですか。いや、でも結構ありますよこれ。あるんすか。なんか上から落ちてくるとかね、そういうの考えないでなんか進んじゃって、もう一回考え直そうかとかって言って。ありますよ。いや、ありますあります。でも難しいんですよね、ルートって。防災訓練ね、意外と難しいってことで。難しいです。続いて回答どんどん いきましょう。チチ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 チ、高田君めちゃめちゃ書いてるけど、はい、どうぞ。はい、上履きを拭くのがめんどくせえ。どういうこと。上履きのまま外出るじゃないですか。はいはいはい、でその後みんな揃って上履きの裏を拭いてから中入るんですよ ね、はい、あれ超めんどくさいなと思ってました。あれがめんどくせえと、はい。いや、もう何、感想じゃんそれ。ありがちだなと。あるあるっていうか、もう感想だからな。じゃあ、はい、どうぞ。はい、高田くんどうぞ。はい、そんなにみんなやる気ないのに一人だけ机の下にちゃんと隠れてる。はい、みんな隠れてないのに一人だけやってるの。面白い。ありそうな気がする。でもなんか面白い。それちょっと悲しいですね。悲しいのかな。なんかちょっと自分だけ入ってるとなんかね、悲しい感じがしますよね。はい、では続いてのお題いきます。第2問、じゃじゃんということで、皆さん何か乗り物とか乗られます？例えば飛行機とか乗ったことありますか？はい、あります。そうですか。長時間の飛行機だとどこに行ったことあります？長く乗るみたいな。オーストラリア。オーストラリア、オーストラリアどのくらいかかりますか？
何時間ぐらい？もう十何時間かかった気がします。そうですか、はい、へー、オーストラリア遠いですよね、うん、私も行きました、うん、オーストラリア遠いイメージですよね、うん、ヨーロッパは遠い、あ、ヨーロッパ遠いですよね、オーストラリア違うか、うん、私ね、飛行機ってやっぱ乗り物が質がいいのがいいと思うんですよ、で、エミレーツ、はいはいはい、航空ってすごく乗り心地がいいんですよ、はい、で、一回ドバイ経由で、はい、イタリア行ったんですけど、まあなんか苦にならなかったですね、トータル時間が10時間超えてもやっぱそのエミレーツ航空のねこのゴージャス感がかき消してくれましたね、やっぱりねこう長く滞在するとなるとねいろんなサービス受けられる方がいいですよね、と、はい、いうことで飛行機にまつわる大喜利です。ではいきます。墜落中の飛行機の中で一言これ難しいかなあーって、まあ、すごいいい気分で乗ってるのに不穏な感じになってきたぞって、うわーっつってね、墜落中の一言どうぞ。お、なんかサカ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 と書いてる方がいらっしゃいますが、はい、挙手制でいいですよ、はいどうぞ。これはもうダメかもわからんねそんな冷静でいられる墜落中だよ、墜落中。じゃあちょ言ってみて、じゃあ実際にうわー墜落してます、うわー、うん、これはもうダメかもわからない絶対違うだろ、テンションがおかしいから悟っちゃった、違うでしょいやもうすごいな、なるほど、そういう感じになるんですね、はい、大ピンチでもね、はい、続いて書いた方、はいどうぞ。会いに行きようが流れる、おー、走馬灯じゃないですか、ね、そうですね、私こう亡くなる時って、はい、なんか自分が亡くなる時って誰にも見とられないで、はい、音楽だけに見とられたいと思う人なんですよ、はいはい、なので最後は音楽でこうね、いい曲だなと思いながらこう死にたいな死にますよね、だって墜落したら生きようって言いながら惜しいから、うんうん、まあなんかなこうタイタニックの映画とかにもあるじゃないですか、こう最後あります、ね、楽器弾きながらこうね、音楽に包まれてという、なるほど、はい、はい、どうぞ、はい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 、まあもうね、墜落中ですもんね、はい、墜落中です。最後に自由落下しながら死ぬって言って窓から飛び降りる、うわ、あ、自分で飛び降りるの、そうですね、こんな中で死ぬの嫌だ、最後に空を自由になりながら死ぬっていう感じ、最高ですね本当になるほど、で案外そういう人が生き残るかもしれないよね、海とかそうですよね、海にポチャッと落ちて運が良ければ、ね、生き残るかもしれないですね、あ、なんかちょっと待って、最後に駆け込みでじゃあどうぞ、はい、墜落中です。タワーオブテラーかな、はい、ブブーもうブーブーです、もう何なんそのもうめんどくせえその回答もうめんどくせえ回答出すの本当にはい、じゃあもうダメです、はい、じゃあ続いて第3問いきます、はい、はい、皆さんお笑い好きですか。はい、好きです。あ、なるほど、はい、まあ中でもねこういろいろこうハイテンション芸人さんとかリズム芸をやる方がいらっしゃるんですけど、元祖ね、こうなんかハイテンション芸といえばルー大柴さん、ね、ご存知ですか、ルー大柴さん、なんかこうちょっとこう面白い、なんだっけ、何言ってんだっけ、なんか英語を喋ったりするよ ね、なんかトゥゲザーしようぜは流行ったよね、とってもね、はいはい、そこでルー大柴さんに関する大喜利です。ルー大柴さん、あれ今日疲れてるのかな、なぜそう思いましたか、なんで疲れてるんだろう、では回答お願いします。シンキングタイム、ハイテンションなルー大柴さんがなぜかあれなんか疲れてるなみたいな、ね、はい、お、ちょっと書いてますよ、いいですよなかなか、はい、じゃあ書いた方は挙手で、はい、入江さんどうぞ。発音が本格的急にネイティブな感じね本当はいけるみたいな、なるほどそキャラを維持できなかった、流暢だなみたいな、なるほど、あ、素が出てしまった感じですかね、はい、じゃあ続いて、はい、ででん、もうちょっと申し訳ないんですけど、はい、カレーのルー食べてないね、カレーどういうこと、どういうこと、ルーを残してね、なるほど、はいはい、ルー食べてなかったのかなって、だからルーおしまじゃなくなったなって感じなのね、はい、はい、いいんじゃないでしょうか、はい、ぶっ飛んでる感じ、はい、
続いてどんどん回答をしていきましょう。まあね、なかなか難しいお題かもしれないですけど、ルー大柴さんです。はい、はい、どうぞ。まあそんな思い浮かばないんですけど、はい、棚からステーキ。どういうこと？いや、僕ルー大柴さんのネタで知ってるのが棚からスティック。あ、棚から、ああなるほど、そうだ、ああなるほど、はいはい。だからなんとなく発音で間違えちゃった。ステーキが出ちゃった。あ、ステーキが出ちゃった。ギャグ自体間違えたってことね。なるほど。ヤブからスティックか。ヤブからスティックか。確かに棚からポールがない。そう、なるほど、スティック。ヤブから。もう完全に間違えてる。棚からスティック。そうですね、頭から間違えちゃった。おいおいおい、どうしたってなる。確かにどうしたってなる。疲れてますね。ちょっとここに来て疲れが末期だね。ルー大柴末期症状態みたいなね。ね、はい、ということで、実はですね、皆さんに大事なお知らせがあるんですけど、まあ視聴者の方はね、なんとなくうっすら気づいてる方もいれば気づいてない方もいらっしゃると思うんですけど、実は今回のゲーム、罰ゲームがあります。罰ゲームです。いや、だってこれただやるだけじゃ面白くないじゃないですか。そう、私が仕組んだんですけどね、これは。そうですね、はい、ただ回答するだけではつまらないので、今、スタッフさんとして入っていただいている方にですね、採点をしていただいております。で、そこでちょっと不具合が出たので今のぶっちぎりの最下位が生まれてしまったようなので、次の問題を、ポイント5倍にしてなんとか巻き返していこうかなと。めっちゃ頑張らないといけないですね、ここは。そうですね、頑張るぞ。まあ、なんていうか面白くかつ公共に載せても良さそうな回答で、ジャストな回答をしていただければいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、では続いてのお題いきます。皆さん健康診断とか行かれますか？はい、行きます。15年ぐらい行ってません。もう怖い。そうですね、行ってないですね。あ、同じくですか、はい、でも学生の頃とかはやるよね。あ、やりました ね、毎年やってみたいなね。で、社会人になってやる機会がめっきり増えてると思うんですけど、続いての問題は、お医者さんから、大喜利を出したいと思います。ベテラン医師が言いました。体に一番悪いことは…てんてんてん、何でしょう。体に一番悪いことはこれだよねっていう、まあ、ちょっとボケを入れつつ面白いことを回答いただければと思います。それではシンキングタイムスタート。ファーンって感じでね、はい、どうぞ。まあ、お医者さんがねアドバイスするぐらいなんでね、これが悪いんじゃねえかなみたいな。はい、難しい。難しいですね。結構ね、難しいですよね。ベテランのお医者さんが言いました。体に悪いこと実はこれなんだよねみたいな、これやっぱ悪いと思うんだよねみたいな。まあ、なんかとんでもないこと言うお医者さんも最近多いみたいですからね。非常にね、コロナのワクチン一つにしても打った方がいいとかね、打つの良くないとかっていう意見が分かれたりするぐらい、まあ、賛否両論出るような感じになっておりますが、5倍なんで、ここ張り切って。うわー、どうなんだろう。はい。はい、高田くんどうぞ。病院に通う。元も子もねえな。で、まあ確かに感染のリスクあるもんね。はい、危ないんじゃないかも。うん、確かに病人が集まってるからね。うん、確かに、まあもらう可能性はありますね。同伴で行くの良くないって言いますもんね。いいと思います。続いて、はい、はい、どうぞ。はい、先読みしちゃいました、はい、美味しい青汁を飲まないことです。はい、なるほど、飲んでくださいということで、後ほどちょっと。なるほど、美味しい青汁を飲まないことです、うん、飲まないのは良くないことです。なるほど、はい、飲まないことか。そうですね、飲む、あ、なるほど、飲まないことね。はい、はい、はい、どうぞ。その辺の生き物を食べる。何、どういうこと。ザリガニとか。ザリどういうこと。もうちょっとわからない。なんか自らサインを目指してるように見えるんですけど大丈夫ですか。怖い。ちょっと待って、これもう5倍でも帳尻合わないよね。なんかどんどん点差が広がっていく感じ。5倍でも多分ちょっと埋められなかった気がするんですけど。じゃあ
もう一問、ね、ちょっとラスト行きましょう。ちょっと待って、これ怖いな、どうした。これ5倍でもちょっと無理ですよね。じゃあどうしようかな。ねなかなかないんですよね、いいのが。じゃあちょっと私、ねそうだな、じゃあ分かりました、これいきましょう。じゃあちょっとオーソドックスな答え大喜利の、お題でいきます。では皆さんですね、はい、アトラクションなどお好きですか。はい、好きです。例えば遊園地とか行かれたりしますか。行きます。はい、ちなみにどこに行かれますか。ユニバーサルスタジオとディズニーランドに行きます。普通ですね。いやいや、はい、いいんじゃないですか。いいじゃないですか。他の皆さんは富士急とか行ったことありますよ。富士急ね。富士急は結構怖い乗り物、ね、怖いのありました ね、 ですね。 あとゆりえさんは花屋敷とか。あのほらもう二人ともさ、ね、チンってなってる。なんで花屋敷なの。他ないの。ディズニーランドとか誘われれば行きますけど。誘われれば行くんですか。じゃ あのちょっとお二人誘ってあげてください。多分行かないと思うんで。あ、じゃあもうね夜のコースだね。ゾンビのねあの出るあのユニバーサルスタジオかな。ちょっと行きたい、うんね、はい、あの花屋敷じゃないところに行きましょうね。はい、では行きます。そんな、アトラクションにまつわるお題です。最後の問題です。では行きます。ディズニーランドのデートで彼氏彼女がドン引きしました。何をしました。ね、結構ディズニーランドに行くと別れるとかね言ったりしますけど、まあいろんな諸説ありますよね。なんかこう待ち時間が長いから、ね、その間にこう冷めちゃうとか、なんかこう話すことなくなって喧嘩になっちゃうとかね、いろいろ言われたりしますけど、どうでしょうね。ディズニーランドで、ディズニーシーでもいいですか。いいですよ、いいですよ、はい、全然いいですよ。ね、もうちょっとドン引くようなことをしましたと、ね、うわこんなことやんのみたいなねありますけどね。ディズニーランドってこうね虫もいないしね、すごい常に快適なんですけど、その中でこうドン引くようなことって何でしょうね。何があるんだろうって感じでね。はい、じゃあ書けた方は、書き方下手くそだな。はい、はい、じゃあ高田くんどうぞ。ポンデッドマンションでマジビビリ。彼氏がですね、おそらく、ね、動けなくなるぐらいね。わー怖いっつって。なるほど、それはちょっとねえ、なんかね、どうなんだろう、可愛いって思うとこもないかな。そうでもないか。 あるかもですね、それもあるかも、ね、ちょっとね、女の子うわ怖かったっつってね。それはあるかもしれないですね。はい、続いての回答、誰でもいいですよ。これも5倍なんで、5倍。はい、はい、じゃじゃん。インディージョーンズで乗り終わった後に相手がいなくなっていた。怖い。なんか隣に映ってきた。でもね、なんかこう楽しんでて、あーいないみたいな。でも面白いよね、気がついたらいないんだよね。そう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 、出ていたら終わりないっつってね。インディージョーンズはいいですよ、本当に。はい、面白いですか。はい、面白いです。はい、そうか。じゃあ、はい、はい、じゃあゆりさんどうぞ。じゃじゃん。これだけたくさんのアトラクションがあるのに、うん、ダンボ50周。まあ確かに、まあ、ドン引くけど絶対にないじゃん。もう物理的にも無理やと思うし、これもう多分ディズニーランドのアトラクションってさ、そんなに乗れないでしょ、まあ、そもそも、うん、ダンボだったらワンチャン。ワンチャンあんのかな。ないですかね。桁がおかしい、50って。朝から晩まで。朝から晩までダンボ地獄。もういやいや、ダンボの顔見るのも嫌だな。もうやめてって、もうやめてって。夢に出てくる。もう勘弁してって言わないといけない、もうね。はい、はい、おすごい。もう最後だからいっぱいやります。はい、お願いします。コーヒーカップではしゃいで回しすぎ。これある、これやってる人もその子全滅。これある、あるある。めっちゃ回す人いるよね。なんかね、調子乗っちゃうんだよね。それはあるあるですね。面白い回答じゃないでしょうか。ということで、全ての回答が出揃いましたということで、まあ、5倍チャンスがあっても多分無駄だったような気もするんですが、今回ですね、罰ゲームで、あるものを飲んでいただきたいなと思っております。そして、まあ、さっき健康の話もありましたけど、やっぱりこう皆さんね、健康に気を使って音楽活動していただきたいので、今回、ユミさんの方からですね、素敵なドリンクを提供いただきましたので、まず1位の方、はい、何を飲まれるんですか。
美味しい青汁です。こちらあの私の方が美容のと健康のために、あの肌のためにね、飲んでる200円、1杯200円の、結構高い、そうですね、美味しい青汁です、うん、なのでぜひ飲んで欲しいな、うん、まあ、自分が ね飲めたら一番嬉しいですけど、ね、1位の方に飲んでいただきたいなと思います。なるほど、はい、1位の方には健康になる美味しい青汁を、はい、美味しい青汁です。お願いします。ということで、ね、最下位の方はちょっとまだ伏せておきまして、最後飲んだ後に何でしたみたいな感じで報告しようかなと思います。うわー、なんかドリンクを作ってますね今ね。こう恐ろしい音が鳴ってますけどね。コココってね。まあね、あのスプーンのかすれる音って嫌ですよ ね, ね、なんか何を混ぜてんだろうみたいなね。遠目にも色がやばいことが分かるんですけど。ね、激烈な氷が入ってるのかな。ちょっと怖いですね、うん、では、順位の発表をしていこうかなと思いますけど、まず安全圏の方、安全圏の方からいきましょうか、第2位の発表、でじゃじゃん、あ、ゆみさんでした。サラザとゆみさんでした。はい、なんとなくね、こう一番まともな回答というか無難なところで素晴らしいことですね。はい、では、栄光の第1位の発表いたします。でじゃん。はい、まあそうでしょうね。私もダンボ50周年が頭から離れない。そりゃそうです、そりゃそうなりますよ、ね、でまあ、自動的に3位が決まりましたけど、なんていうことでしょう、なんていうことでしょうというか、もうぶっちぎりだし、なんかもう勝敗見えてましたけどね、途中からおやおやと、はい、おやおかしいぞとね、はい、なんか大喜利じゃなくて、こう1個前のコーナーの時にこう書いてもらったやつ、はい、あれも僕がこう出したやつもちょっとやばかったですもんね。すでに事前に書いていただいた回答すらまずかったってことで、はい、ぶっちぎりの再開ドベです、はい、ではちょっとドリンクを提供いただきましょう。じゃあまず1位の高田くん、うおー、青汁だからか緑、うん、うわ美味しいですよそれ。ちょっと待って、これ何色これ、うん、まあ、嬉しい、美味しそうですね。じゃあちょっと高田くん、ちょっとカメラに向かって、え、何だろう、はい、これは青汁ですね、美味しい青汁、粉末にしてるんですけど、水で溶かして飲むんですね、うん、あ、水で溶かして飲むタイプ、はい、はい、そうです。これも素晴らしい、美容のためにいいですね、はい、ではちょっとドベの方のドリンク見てみましょうか。うわ、なんか妙に赤い、これはですね、これなんだ、ちょっとこれ実は、じゃあちょっと飲んだ後に言いましょうか、これね、感想を聞きながら、うわちょっと怖いね。では、おめでとうございます、1位の方は、ドベの方は残念でしたということで、それでは飲んでみましょう。いただきます、一気に一気にどうぞ、グイッと。お、どうですか、いい飲みっぷりでしたお二人とも。いや、お茶美味しかったですよ、美味しかったですか、ね、やっぱ飲みやすいんだ、うん、青汁、うん、青汁すごい美味しい、健康にいいからですよ。ね、ちょっとこの人フラフラしてるけど大丈夫です、この世の地獄を煮詰めたような味でした。何、地獄スープってこと。何それ、これ何が入ってたんですか、ちなみに、完熟トマトジュースに、トマトジュースって打ってくるじゃないですか、来ますね、でも健康にはいいじゃないですか、はいはい、で好きって人もいるんですけど、私は苦手なんですよ、はいはいはい、で2人も苦手なん知ってて、そうなんだ、私この世で一番嫌いな飲み物トマトジュースです。うわ嫌いですよね。え、トマトジュースも、まあ、僕はそんな好きだよ、好きです、あ、トマトジュースも僕はね、嫌いと思ってたらごめんなさい、ね、はい、で、はいはい、あと黒酢もなんか私も飲んでた時期あったんですけど、はいはい、やっぱり打ってくるんですよね、来ますね、はいはい、きますよね、この世で5番目ぐらいに嫌いなもの黒酢です。うわあ、嫌いなものを、じゃあゆりえさんは今日から無敵になったってことですね。そうですね、もう何も恐れない、もう何も怖いものはないです、うん、でもあれですよ、健康にいいんじゃない、そうでしょうか、黒酢とトマトジュースメンタルはゴリゴリに削られましたけど。あ、本当ですか、妙に元気が下がったね、はい、もうヒットポイントゼロです。ね、ヒットポイントがあるとしたら、はい、高田くんはマックスまで下がりましたね。うーんってね、そうですね、ね、こうやってうーんっていう感じで、ね、はい、まあ、いいんじゃないでしょうかということで、以上大喜利のコーナーでした、まだまだ続きます、はい、バイバイ、バイバイ。